尾野組は、江戸時代の豪商。尾野組の名は明治に入ってからの通称で、初代、尾野善助に始まり、井筒屋を名乗っていた。伊藤は不承認。数多くあった文家との区別を図るために、その名前から、特に、善院とも称す。尾野家は、初代新四郎即州が、甲州高島郡大溝で、陸の物産とか見方の物産を交易していたと、される。 1662から63年頃、次男の主、これが森岡に下り、大宮と称し、村井権兵衛を名乗った。老いの子供である、森岡高屋町の井筒屋の小野千助、京都の鍵屋の小野権衛門、南部森岡で、五人の祖になった小野聖助らがこれに協力した。小野一族は、髪型から木綿、古手などの雑貨を運び、欧州から砂鉄、紅花、子根を髪型に送り、 物産公益を営み財を成していった。京都の井筒屋善助、鍵屋五上門らは、南部からの仕入れ店であったが、1776年幕府の金銀おかわせお用達となり住人組に加入し、おかわせ名目金を事故の営業資金に従用し、京都では和イト、木犬、紅花丼屋を、江戸では下りや油、下り古手、栗俣丼屋、盛岡では木綿章、 古手商、酒造業を営んでいた。江戸の,の組は、日本橋本国町に為替会社を置き、日本橋田所町に油店を持っていた。1866年1月に、明治政府は財源確保のために、金国水等書を設けた際に、三井三郎助、島田八郎財門と共に、小野善助を、 金国水道御用達と市よく慶応4年1月には、水道書河瀬御用達に任じた。1870年、小野屋が本社機能を京都から江戸へ移そうとしたところ、長州藩出身で京都府県第三次の牧村正直によって、河瀬業務に制限がかけられた。これにより小野屋の業務は支障をきたすようになり、小野屋は少しでも業務を簡潔にするために、文家三社と合併。 以後、小野組と名称を変える。江藤新兵紀戸高吉それでも、業務の煩雑さは解決されなかったことから、1873年4月に、小野組は、京都府庁へ転籍を申し出るに至った。小野助次郎は、神戸へ、小野前衛門は、東京への転籍を希望したが、京都府庁はその届出を処理しなかった。小野組は、当時、すでに全国十八の支店を持つ、大商人であり、 租税収入の減少と県農金の喪失は、京都府には受け入れがたかった。神戸への転籍が受け入れられなかった、小野助次郎はやむなく京都裁判所に、創籍命令を出すよう訴え、小野千衛門もそれに続いた。当時の明治政府は、封建体制の範である、移動の禁止を否定していたことから、戸籍制度を導入するにあたって、移転の自由は認められていた。しかし、京都裁判所は、 京都府への遠慮から、訴訟を受け取りながら、裁判を行おうとはしなかった。この行政と司法の癒着に激怒したのは、司法卿江藤新平だった。担当の裁判官は更迭され、代わって派遣された、北畠春夫婦は、小野組の戸籍の送付を命令したが、これでも問題は解決しなかった。当時、京都府において、長州罰が形成されており、京都府及び知事、 長谷信ぶ第三次、牧村む直は、命令に対して、政府に伺いを立てている途中だからと裁判所の命令に服そうとはしなかった。京都裁判所は、この京都府の対応を見て、受け入れを迫るとともに命令に服さない場合は6円の賠償金を知事と第三次に納付するよう命じる。それでもなお、京都府は前回と同様の理由で速やかな対応を拒否した。さらに、 政官論をめぐる一連の事件によって、江藤新兵がゲイアするに及び、事態はますます膠着状態に陥りつつあった。しかし、その方を無視した京都府の対応に、明治政府から疑問の声が上がる。声を上げたのは、長州出身の文部教、木戸高義だった。木戸は、知事、長谷信厚に裁判所の命令に従うよう説得を、始めた。 京都裁判所の北畠春房もより厳しい態度で京都府に臨むようになり、1873年12月31日、知事へ対して、懲役100日もしくは食材金40円、第3次に対しては、懲役100日もしくは食材金30円という命令を再度下し、両者がこれを守らないと見るや、第3次、牧村正直が東京に出た木に身柄を拘束、 ついに週間に至った。知事、長瀬信厚は、司法の強硬な手法に同様、ついに木戸の説得を受け入れ、翌千八百七十四年、ようやく創籍手続きが取られて、小野助次郎、小野前衛門両名の希望は叶った。築地静止場の様子を描いた浮世絵、歌川吉虎が、千八百七十二年千八百七十一年の、廃藩置県以後、三井、島田、 おの三屋の交わせ方は、府県方と称し、三府七十二県に支店、出張書を寄公金の収支に従事していた。おの組は交わせ方であることによって、多額の金を無金利で運用して、キート貿易を手掛け、また1871年には、築地キート書を創立、その後も前橋製紙場をはじめ、長野県各地、福島県、日本松などに製紙場を経営し、また、 釜石院内、兄など、東北各地の鉱山経営に着手した。キート取引は、古川一兵衛が、川瀬店は、小野義右衛門が統括していたが、1872年、渋沢栄一の仲介によって、三井組と共同で、三井小野組合銀行を設立するが、三井組は、独自に金融機関を設立、三井組は規模を拡大した。小野組は、 1873年には全国に支店44、大阪府の外28県と交替契約を結び、三井組を凌駕していたが、1874年になって政府の為替方に対する方針は、担保額の引上げなどの一方的な金融政策の急変によって、小野組は御用御免を願い出て、資金全部を大倉省に提出して、生産をし、 1877年6月処分を完了した。岩手県で、はじめ県以来、政府の公認を得て、年貢金及び、監禁の交わせ方を、東京、田所町の小野善助の出店である森岡、五副町の小野善十郎に取り扱わしていた。1874年11月20日、小野善助は、県御用達免除を出願、同27日には、 森岡の小野善十郎も同様出願して、喧嘩合わせ方を閉店した。11月22日大倉省は、小野組の監金委託を第一国立銀行に切り替え、同組の財産を没収した。1884年9月、小野組の権利義務を移して、小野商会を創立し、1897年頃まで営業を続けていたが、その後、解散した。森岡に定住し、 七夜、酒、味噌、醤油の販売を行い、森岡、八戸藩の平の雇用商人として雇用金を引き受け、千札の通用、おさ、サード山などにも関与した。森岡のおの組は、現在の森岡市魚町、岩手種類、卸株式会社の地にあった。現在も当時のレンガ米の一部が残されている。また、水保銀行森岡支店に隣接して、 当時の蔵が一棟ものみ残されている。小野組の破産後、政府交わせ方として、国立第一銀行森岡支店が開かれると、支店長には渋沢栄一のいとこで義兄である小高順中が廃されたが、この銀行も破綻した。代わって、同じく渋沢が設立に関与した、仙台の国立第七十七銀行を森岡に圧戦岩手県の公金が、 林県の宮城県を本拠にする銀行へ流れることに反対して地元有力者によって森岡銀行が設立された。なお、森岡小野組が排出した人物は次の通り、ありがとうございます。